今回 iPhone13 にしましょうかこの前ですね Apple の発表会がありまして YouTuber の人たちがこぞってあのー、動画撮ってて見たんですよ <laughs> 見てたんですよいいですね <noise> あの勝手に説明してくれて <laughs> で何やってるかっていうとまだ販売してないですよ 商品ないんですよ、はい。何やってるかっていうと、アップルの、えー、発表されたアプ t c チ7だったりとか、えー、iPhone 13のスクショですよね。それをスクロールしながら解説していくっていうね。も <laughs> のもない。ただ発表されました。つってねで。どういう機能があるのかっていうのは、なんだ。あの、まあ、そのページを見ながらね、<laughs> 解説していくっていう。 でアクセス集まってますね。で僕も見てますけど。<laughs> そうで、そこに、まあ、読み上げながら、じゃあ、その前回のモデルと何が変わったのかっていうのも、ちょっとね、自分の持論を入れながら、まあ、発信してるんですけども、これってどうでしょうかね。何もない人でも、別に発信できると思うんですけどね、アクセスも集められるし。<laughs> うーん だからあの、まあ、久保さん一眼レフあんま詳しくないと思うんですけど、あの、なんだ。R6。西田さんだったかな。写真家で、R6、えー、キャノン。この人うまいなと思ったんですけど、R6、R5 みたいなのが昔この出た時に、 この写真家の西田さんっていう人がいるんですけど、もうね、R6 いろんな角度でブッブッあっとりまくってね、R6 で検索するともう西田さん出てくるみたいなね、まあ、R5 と R6 か。そこら辺で検索するともう西田さんしか出てこないぐらいになってましたかね。うん。まあもう販売してからだいぶだったんであれですけど。うん まあ一眼レフとか他の商品とかもそうなんですけども発表があった瞬間にこう動画撮ったりとかねみんなしたりとかしてるんですけどまあそれはね仕組み要はもうトレンドが発生するそのキーワード今までなかったキーワード世になかったキーワードが出てくるつまりそのキーワードに対して発信してる人はいないんですよでネットの仕組みって検索して情報を調べるっていうこの基本ベースがあるわけですよ だけど、今まで、そのキーワードは世の中になかったので、誰も発信してないんですよ。だから、いち早くそこに対して発信すると、そこのキーワードを入れた人が、その発信者のもとにアクセスがいくっていう仕組みがあります。うん。まあ、あとはこれ、ニッチですよね。例えば、えー、トランザムとかも、あの、ある程度の検索ボリュームはあるんだけども、ニーズはあるんだけども、やっぱ所有者がいない。それを発信してる人がいない。だから、まあ、久保さんのね、 一番回ってるやつは40万回ぐらい回ってると思いますけどもだからそれをね知るか知らないかですね知ってるか知らないかうんでも知っててもやるかやらないかということで、まあ、もちろんこのトレンドとかにトレンドに関してはライバルがすごく増えるのでまあもう iPhone なんだもうも,もはやでしょもはやそのなんだアップルのその発表 表がある前からリーク情報みたいなのも、ね、出回ってそれを検索する人もいるのでもう最初に仕掛けとくみたいな。ただ海外だったらその次の iPhone のデザインはこうなるだろう次の iPhone の、えー、次の Apple Watch のデザインはこうなるだろうっていうのを勝手に作ってね <laughs> 予想みたいなね <laughs> でやったりとかさい最近見たのがその b BMW Z4 のクーペが出るんじゃないかっていう勝手に画像をなんか多分引っ張ってきたのかそれとも自分で作ったのか分かんないですけどおかっこいいなみたいな <laughs> Z のクーペモデルっていうね Z4Z4 だと、まあ、オープンなんですけどそれのクーペモデルみたいなね <laughs> そう、うん、例えばそのなんだ ザ・マイ・カーとかね。た多分ね、ザ・マイ・カーって相当何十年前からも多分出版してると思うんですよあ。あれとかもリーク情報ですからね。なんかあの、開発してて、なんかあの、あのこんなん出そうだみたいなんで、ね。<laughs> 結構多いですよ。うん。だからその情報発信って、うん、なんか,かあの、なんでもできるんですよ。物がなくても。情報なんで。 でもその情報を知りたいんですよ。次どんな商品出るのかなってみんな興味ある人あるんで。じゃあ今度 iPhone、iPhone13 出たんで今度もう 4T ですよ。i p h o n e 4 t どうなのかなみたいなね。<laughs> 何が変わるんだみたいなね。まあもうね、検索してる人もいるだろうし。うん。だからまあそういうのをね、あの、なんだろうな。知ってるか知らないかやるかやらないかですね。 うん、でもこれは最初から分かるのかっていうといろんなことをやっ,ぱやってみないとやっぱ、うん、分かっててもできないんですよだってやってないからうんやるかやらないかですねいってらっしゃい